東から北へ150キロ栃木県の北部那須野ヶ原の西にそびえる山へ分け入ると塩原温泉にたどり着きます古くから訪れる人々の心と体を癒してきた町塩原塩原を愛するみんなの合言葉「塩原プラスラブ」で「 塩場ラブ第九十九回始まり。始まり。皆さん、こんにちは。パーソナリティの小一です。第九十九回ということになりましたが。残念ながら、今回は風呂付近ちゃん、お休みです。また、夏休みかしら。それとも、暑いので、土に潜ってしまったんでしょうかね。 まあね次回はぜひ元気な姿でここへ来てほしいんですが、まあ今日もねいろいろな情報を盛りだくさんでお伝えしていきますのでどうぞ最後までご覧ください、えー。それでは最初のコーナーです。塩原で起きたあんなことこんなことを紹介していきます。ローカルニュース塩原事件庁。7月28日日曜日。 塩原温泉のちょうど中心部ですね須巻富士まあ通称藤山と呼ばれる園地であるお祭りが行われました塩原にお住まいの皆さんはご存知そうですね塩原温泉川崎大師薬除不動村年祭法要ですこちらはこっちに映像が出るかな そ富士山の山頂にはです、ねえー、本場、本場というのかな神奈川県の川崎にある平健寺さんとの縁によりまして、えー、台座から、えー、像の高さまでや、えー、6メートルほどある不動明王像が建っているんですね。でこののの像ががったのが、えー、昭和52年の7月28日、えーその 落経というんでしょうか海岸というんでしょうかねこの時が第一回の年祭法要となりましてそれから数えること今年で第三十七回の法要となりましたえ大同市によりますえまあ屋外のね道場でのなんていうんですかえお祈りに始まりましてえこの塩原の薬養家不動村の年祭の見どころというのは山伏修行が が行われるという,いうことなんですねこの山伏の皆さん、えー、塩原のこの道場で行うための、まあ、修行を本山の方で積んできましてこの場で披露してくれるわけですが写真が1枚出てきますこれはですね4つの方向四方の方向に矢を行ってそして道場の中心にも矢を打つ。 まあそうしたことでこの道場を清めるという儀式なんですがこの四方に放たれた矢を、えーね、取って持ち帰るととても縁起がいいということで毎回その、ね、矢の飛んでいく方向に人がこう集まっていくという、ね、そんなこともあります。そそそして、えーまあそのの、ね、道場でで火火をを焚いた後その火をですね、えー でこう道を作りましてこれは3年前から行われてるんですけれども日渡りのの儀といいうのも行われていますこれも塩原ならではということでこの「日渡りの儀」写真の方では山伏の皆さんが写っていますけれどもこの後一般の参列の皆さんも日渡りをして、まあ、無病息災とか「最悪少女」「家庭円満」とかで。 商売繁盛そういったねお願いをしながら渡ったということです。この川崎大司平賢寺とのゆかりによりまして塩原音声を見下ろすまあ小高い丘の上にあります塩原のこれからのますますの繁栄を願うということで年一回行われている年祭法要今年は残念ながら行くことができなかった皆さんこちらは毎年七月二十八日 来年もお忘れなくぜひ参加してみてください今日のローカルニュース塩原事件庁は川崎大師薬除け不動村年祭法要が行われましたそれではここで映像をご覧いただきますこの店知ってるほらたくさんメニューが並んでるでしょ ね、そしてここはお座敷になっています団体さんとかねあとはあの宴会なんかでも使うことができますねさあ今日のラーメンですがラーメンもね好みが地元でも分かれますもやしラーメン派それから味噌ラーメン派ねそんなのがありますけど今日は味噌ラーメンそれも地元ならでは温泉卵入り味噌ラーメンを一つということで注文しております はい、お待たせお来ました来ましたはい、味噌の卵入りです味噌の卵入りね温泉卵が乗った味噌ラーメンですねこの味求めてきちゃうんですよねあ,ありがとうございますでこのね銚子屋さんの味噌ラーメンはとて焼きの方にも変化したものがありますが実は他のお店とのコラボレーションもありますよねはい、と実は今屋さんの塩田さんがうちの味噌ラーメンが大好きで、うん、と。 中華まんをコラボレーションで作りますそう、今井のね <laughs> 中華まんはこの味噌ラーメンね地元の人が大好きだ、わかるでしょ銚子 <music> 屋食堂さんの温泉卵入り味噌ラーメンでしたそれではご一緒に塩葉、ラッ 知らなくてもいいけれど。知っていたら、ちょっと嬉しい塩原の雑学。マニア級。さあ巷で人気という噂の。マニア級でございます。塩原に関するいろいろな問題を。三択でね。ね答えていただいていますが。今日の回答者は。仮面の前の。 テレビの前の前あなたです今日はですねどんな問題にしようかなといつもはまあ歴史とか文化のこともありますがちょっとこの先に行われるイベント面白いイベントを見つけたのでクイズにしてみました温泉街の西側北西部でしょうねこちらに広大な森林の公園箱の森プレイパークがあります。 この箱の森プレイパークで今年9月あるイベントが予定されているんだそうですさあそのイベントとは何でしょうか、えー、今年9月の14日と15日の2日間箱の森プレイパークではこんなイベントがあるそうです A 演劇祭 A 演劇祭 B 民話祭 B 民話祭 C 音楽祭 C 音楽祭さあ広い芝生の広場があってそしてそこにステージがありますねこのステージを会場に開催されるのは演劇祭民話祭音楽祭 さて一体どれでしょうか答えは耳寄り観光情報の後ですせーの耳寄り観光情報さあ皆さんに耳寄りなネタをいくつか紹介していく ということですが今日は前回もご案内はしましたけれどももう一度お伝えしておきたいあのイベントそう塩釜地区の皆さんの手作りのイベント塩釜ワクワク祭りです、えー、こちらは8月の3日の土曜日に開催されますね。えー、と午後3 2時から3時からでしたっけ ん資料がどこかへ行 <laughs> ってしまった <laughs>。はい、午後、八月三日の午後、開催されます。場所は、七つ岩吊り橋がかかっている田もの駐車場。駐車場はですね。車でお越しいただいた時の駐車場は、元ゆっくりセンターがあった場所。こちらが駐車場として使えまして、七つ岩の駐車場の部分がお祭り広場となります。 文字通り地元の皆さんの手作りのイベントということで、えー、縁日いろいろな、ね、食べ物飲み物のコーナーがあったり、えー、ワクワクステージではカラオケ大会が2時間とかですねそれからお,お祭りの祭り林最後にはみんなで輪になって塩原音頭を踊りましょうというね えー、見に行くだけでなく参加して楽しむこともできるそんな催しだそうです8月3日、えー、塩原地元の皆さんにはこの間新聞の折り込みでチラシも入っていましたね、えー、ぜひお出かけ、えー、してみてくださいこの会場昼夜通りますともう赤いね蝶ちんが、えー、ぶら下げてありましてお祭りムードが高まってきています さてもう一つは、これから塩原に行こう、それから塩原に帰省する、塩原から東京へお帰りになる、そういった方への朗報です。新宿駅と塩原温泉を等直通で結んでいる JR の高速バス、那須塩原リゾートエクスプレス。 短縮すると NRX 号という、ね、バスがありますがこちらの高速バスは土曜、日曜、祝日、まあ、土曜日と休日のみの運行となっていますけれども実は、今年の夏は、えー、このあと、ね、9月の1日まで毎日運行しているんです。 東京・新宿駅を朝9時20分に発車して途中、王子駅によって一路塩原へ向かうバス塩原への到着は12時30 30何分です、ね、37分そして塩原を出る便は午後3時に出まして王子、池袋そして終点、新宿に到着です。新宿の到着が え午後6時30分ぐらいになります、まあ、およそ3時間ちょっとで3時間半ぐらいで新宿と塩原温泉と結ぶ高速バス大人の料金が片道3000円ということで3000円ということでかなりお得となっていますね、まあ、乗り換えもないですしやはり旅行だったりとか帰省の荷物多くなりますので、うん バスに乗って乗り換えなしで塩原まで来るそれから塩原から帰ることができる高速バスぜひ利用していただきたいものです JR 高速バスの毎日運行この後8月いっぱい9月1日までですね土曜休日の運行ダイヤで連日運行となりますぜひ高速バス たくさんの方に利用いただいて今後の増便にもね増便のお手伝いも <laughs> していただければやはり利用率向上することが毎日の運行に結びつくことになりますのでねぜひ利用してみてください私もぜひこの夏の間にね東京に遊びに行ってきたいと思っております以上今日の耳寄り観光情報は塩釜わくわく祭り そして JR 高速バスが毎日運行しているという話題でしたさてマニア級答えの時間です今日の問題ですが9月の14、15の2日間箱の森プレイパークで こんなイベントがありますよというのを当てていただきます A は演劇祭 B は民話祭 C は音楽祭さあ答えはわかりましたかはい答えは C 箱の森音楽祭ですまあなかなか演劇とか民話と思った人はいなかったかもしれないかなでも ね、塩原の,、ね、この素晴らしい自然の中を、ね、活用した演劇とかそれから、ね、伝わる民話とか、ね、こういったのもぜひ聴いてみたいですよね。というわけでじゃーん出来たてほやほやポスターを持ってきてしまいました「箱の森音楽祭」9月14日の土曜日そして9月15日の日曜日に開催されるそうです。14日は 午前の部午後の部とありますがアルプホルンそれからオカリナそしてコカリナコカリナはですね木の小さな笛ですそしてケーナとサンポーニャケーナとサンポーニャというのは南アメリカ南米の民族楽器で、ね、足を使った笛 とかね、このちょっとね写真見づらいかもしれませんけどねたくさんの筒をね、えー、吹くものなんですねアルプホルンはご存知の方多いかと思いますけどねアルプスで、ね、ほほーって感じの、ね、音をしてるものですねそして15日日曜日この日は箱の森がまさにアルプスになりそうですバヤンというロシアアコーディオンの演奏のほか、えー、アルプス音楽 ヨーデルチロリアンなどということでスイスアルプス地方の楽器などが揃うということですどちらも午前の部と午後の部ということでね、2回ずつ演奏がありそうなんですがこれ箱の森では久しぶりのビッグな音楽イベントになるかと思いますね、詳しい情報は今後お伝えしていきますがこれもぜひチェックしたいイベントですね え、今日のマニア級は箱の森音楽祭が答えでした。さあ、ここで映像をもう一度ご覧いただきます。この店、知ってる。 塩原温泉の新しい美味しさとて焼きこのマップを持ってやってきました食い物屋花水木さんですこちらはご主人の実家がお肉屋さんということで美味しいお肉の料理も楽しめますがさてどんなとて焼きでしょうか行ってみましょうお待たせしました撮影用にお皿を借りてきました こちらが食い物屋花水木さんのその名もチチチーズチリチキンとてです。中には鶏肉玉ねぎチーズレタスで巻かれていますねそしてトマトソースや唐辛子、そしてナンプラーなどで味をつけているそうですそうそうマヨネーズも。全体としてはイタリアンといった感じのとて焼きということで伺いました いただきまーす、うん、お肉とトマトソースの味がマッチしててとっても美味しいですお食事としても十分楽しめます食い物や花見好きさんのチーズチリチキンとてでした では、ご一緒に塩バー。ラップ、ごちそうさま。今日のこの店、知ってる。は。お待たせしました。食い物や、鼻水きさんのチーズチリチキンとて。これね、収録の時ね。チーズチリチキンとてっていうね。この。何とも言えない,い,い。セリフ回しにね。 苦労しましまたけれど、ね、でもチーズでチリでチキンとてのね <laughs> まさにそのまま、えー、王道行いく感じ、まあ、一言で言うと映像にもありましたけどねイタリアンな感じとなってますけれどもねこの鶏肉ねお肉とこのトマトソースそして、えー、いろいろなこうスパイスとかね、えー、マヨネーズとかねそういったものが相まってそしてちょっとシャキシャキレタスが入ってということでね、まあ本当に いろいろなとて焼きスイーツ系があったりお惣菜系があったり、ね、ありますけれどもその中でもちょっと1つまたきらりとまた別な光を放っているそんなとて焼きです。こちら食い物屋花水木さんというのは、えー、ご主人の実家がお肉屋さんということで、ね、とてもおいしいお肉料理なんかも揃うんですね。そして えー、近頃はラーメンなんかもあってこのラーメンがとても人気なんだそうです、えー、この間、えー、観光協会に来たお客様がですね、えー、蕎麦とかさたくさんねあちこち食べてたけど、まあ、来月もまた来るからどこ行こうかなって話してたら仲間がね花水木ってすごく美味しいところがあるって言ってたんですよでどこにあるんですかなんていうことでねそういったやはり口コミでねお客様も広がるんですね えー、次回来る時はもう必ず花水木に行くよなんておっしゃってましたね、えー、今日のお「この店知ってるは」は食い物や花水木さんの「チーズチリチキンとてぜひお試しください <noise> さあ続いてのコーナーです。ふるさとを愛する気持ち 塩原を愛する気持ちから生まれた言葉です塩原プラスラブで塩原ラブさあ今日の塩原ラブ実は困ってるんです何話そうかずっと悩みながらね来たんですけどね何話そうとしてたんでしたっけね <laughs> さあ、えー、実は今日お話ししようと思っていたのは 最初の事件帳でお話をしていた川崎大師厄除不動尊についてなんですけれど塩原の皆さんも昔登ったことがあるけどあそこは階段がきつくて坂道登らなくちゃならないからなかなか行ってないんだよね行こうと思うんだけどさ最近足腰痛くてさなんていうことでしばらく訪れていない方も 多いいんじゃないでしょうかえー、この川崎大師の不動尊まあもともとはですね、えー、遠い遠い昔になりますけれどもこの弘法大師空海が塩原を、まあ、東北地方というかねこの塩原の地に歩いてきた時にですねこの天候が不順であったりとかまあ 作物がね不作であったりということで塩原の里人たちが大変まあ危機に苦しんでいたそうなんですね。でそれを見かねまして、えー、塩原のこの町を見下ろす高台の山の上に祠を祀ってですね設けて、えー、そしてまあ祈りを捧げたりとかね気、えー、が救済に当たったというような伝、えー、説が残っています。 でこの場所いろいろと歴史の中で火災に遭ってしまったりとかということでその祠いつしかなくなってしまっていたそうなんですが、まあ、塩原の皆さんある時思い立ちましてそうだあの場所にあったあ祠弘法、まあ、大師ゆかりの場所をですねしっかりと整備しようじゃないかということで思いついたのが まあ30数年前とということになります、ね、えー、塩原の人とちょっとゆかりがありました川崎大師平健寺に相談をしまして、えー、昭和52年にそのき富士の山頂ですね富士山の山頂に不動尊の像が建てられたというのが今の厄除け不動尊の、まあ、始まりというわけなんですね。 まあ当時は塩原の町長さんとかそれから観光協会の会長さんとかねそして旅館のご主人たちなどが中心になってあちこちから寄付を集めたりそして川崎にお願いに行ったりというねまあ熱心な活動をした結果まあ建てられたということなんですがそれから37年経っていく中でその当時建てた人たちも だだんだん高齢化してしまいましててままいそしてその信仰を引き継いでいくまあ若い世代というか次の世代になかなかこう引き継ぐことができてうまくね引き継がれていなくてですねちょっと塩原でのこの川崎大師のへの思いというのがねちょっと薄くなってるんじゃないかなと思うんですね。それでもこの本山 川崎大使平賢寺ではこの塩原の厄除け不動村についてはとても思い入れを熱い思い入れを持っていただいてまして実は今年も170人を超える参拝団の皆さんが県外からバス何台もでね前日お越しいただいて塩原に泊まってそして翌日、年祭法要に参加するというようなことをしていただきましたまた。 本山からは先ほどね、えー、大同士といいますが川崎大師の、まあ、本山の一番、まあ、偉いというんではないですね一番トップに立つ、えー、藤田貫スというね呼ばれる人もお越しいただきましたし、えー、修言をする方、えー、そして各地からのお,、まあ、お坊さんたちも集まって50人ぐらいのまあ そう,とかね、そういっった方々もお越しになってです、ね、本当にその塩原をぐっと盛り上げようという、ね、熱い思いが伝わってきます。まあ、例年私実はこう赤い傘を、ね、持って朱傘と呼んでますけどねこの傘を持ってカンス一番、まあ、偉い、ね、お坊さんのこう日よ、えー、けというかね行列の時に傘を持って歩いてるんですけれども、えー、本当に塩原のことを 愛しててくれている、えー、お坊さんでしてね、えー、これからも,もう毎年毎年たくさんの人塩原に連れてくるしあと何年かで40回目の年祭法要もあるからその時も盛大にやりましょうよとねそんな挨拶をしてくれていました、えー、もちろんいろいろな信仰とかというのは誰かに強制されていくものではないんですけれどもうんこうしたあゆかりのあるそして、えー 商売繁盛とかで薬を払う病気を払うそういったお願いをぜひ、えー、ね心の拠り所にということで川崎大師薬除け不動村、えー、皆さん一緒に大切にしていきましょうね、えー、今日は塩原部としまして塩原部な皆さんが毎年たくさんお越しいただいているねこの川崎大師薬除け不動村、えー、これからもみんなで盛り上げていこうというお話をさせていただきました 最後のコーナーです。浩一さん教えて。そうそう、皆さんにはね。早く早くとね。お伝えしなくてはいけなかったんですけれどね。お盆の風物詩ん、お盆の風物詩夏の風物詩ね。毎年お盆のね。時期には歩行者天国とか花火大会とかやってるけど、今年もやるのというね。声が聞かれています。 ももちろん今年も実施です8月の14日と15日の2日間歩行者天国は夜6時30分から9時まで午後6時30分から午後9時まで JR バスターミナルから塩原温泉旅館共同組合の前塩原温泉交流広場の前のところですね。この区間が 面車両全面通行止めとなりまして歩行者天国のんびりと浴衣を着たりしながらで歩いていただける場所を作ります、えー、そしてお楽しみの花火ですけれども14日15日2日間とも午後8時から約20分間ほどですが1日500発の花火が打ち上げられます。ね、塩原の花火決して規模は大きくないんですけれども 周りのね山々に囲まれているねせいかこの音が大反響するんですねもうズドーンとねこう体の芯まで花火の音にもう揺さぶられるねそんな花火となりますからねえ今年もおやります歩行者天国花火の打ち上げ8月14日と15日の2日間ですぜひねあの故郷に帰ってきて花火見て くださいねさあ最後に1、えー、つだけ、えー、現在塩原温泉では、えー、水と橋巡りスタンプラリーを実施中です。黒いスタンプを5個集めていただくと今年の商品はこちらクリアファイル、ね、人気の塩原ラ,ラブマークがついた これは雷亭の滝のね滝の姿ですね。写真が写ってますけど、資料を入れるとね、ほら資料がちゃんと見えるんだよという感じになってます。えー、こちらはねラリー達成した人、皆さんにプレゼントとなります。ぜひスタンプを集めて観光協会で引き換えをしてください。えー、今日の番組は以上です。塩原プラスラブで塩原ラブ。